入っておりません。ところどころ乾ききれてないところがはっきりわかります。それでは今日の夕方4時過ぎに始まりました、4時過ぎに収録したインタビューです。唯一メンバーのインタビューをご覧いただきましょう。ショーンマフラーの対策聞かせてください。なんか整備決めようかなと思って言ってるんですけど、自分なりには悪くなくて結果も出てるのでいいかなと思って。走路回復した場合タイヤいかがでしょうか。初日のでもいいかなと思ってるんですけど、あとはまあ天候走路見ながら考えます。楽しい夜のレースをしたいと思いますので応援お願いします。晴れ雨一層ずつですが、はい、初日の晴れはいまいちでしたね。雨は何をして変わりました。ヘッド周りの調整して良くなりました。希望する走路コンディションは、はい、晴れで走ってみたいです。晴れに向けてはどのように。昨日の状態で行く予定です。タイヤ決まってたら教えてください。オールスターで使ったタイヤあります。スイマーと戦いながら頑張ります。応援してください。準決勝戦濡れたコンディション、そうですね、まあ、練習から感じよく乗れてたんで、はい、よかったです。晴れに関してはいかがですか。そうですね、晴れも初日乗った感じ決して悪くはないと思います。優勝戦に向けてはエンジンかけながらいつも通りですね、レース盛り上げられるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。連勝ゴールです。振り返ってください。スタートがいいですね。晴れに関してはどのあたりを求めますか。乗りやすかったらいいかなと思います。はい、扱うところはあるんでしょうか。一応初日のセッティングで乗ってみてちょっと考えます。タイヤ候補決まってたら教えてください。あ、初日のでいきます。今日もいいスタート来て頑張りたいと思います。応援お願いします。晴れ雨一層走ってどうでしょう。パーツ変えて感じは悪くないと思います、うん、はい、どの辺は変身してくれました。なんですかね、乗りやすくはなりましたね、はい、優勝戦に向けて扱うところを教えてください。走路が、まあ、微妙になると思うんで、まあ、タイヤ選びぐらいですかね。ちょっといつもとメンバーが違うんですが、まあ、精一杯頑張るんで、ぜひ車検買って応援してください。晴れ雨一層ずつ走りました。雨突破できたっていうのが、まあ、収穫ですね。優勝戦に向けて扱うとかあれば教えてください。まあ、しっかりタイヤだけ作っておきます。理想の展開いかがでしょうか。最低枠乗りでちょっと遅い時間なんですけど応援してください。車の様子聞かせてください。今回は羽もないし小温の中ではいい方だと思います。この後の整備、まあ、ソール状態見ながらかけて調整になると思います。タイヤはいかがいたしましょうか。タイヤはいいのがあるんで晴れならばソールつけていきます。テレビの前で盛り上がって応援してください。よろしくお願いします。晴れの動きはいかがだったでしょうか。まだ手探り状態なんですけども悪くはないと思ってます。優勝戦に向けては今何をされてるんですか。バネ関係上回りだけで終わってます。走路が回復した場合のタイヤを教えてもらっていいですか。全天候あります。タイヤは心配ないですね。はい、理想の展開周3コーナー、そうですね、もう荒尾くんに乗っていくしかないんで乗っていこうと思ってます。車検買って応援してくれるお客さんがいるので精一杯頑張ります。応援してください。今日の夕方4時過ぎに行われましたインタビューご覧いただきました。日本モバイル照明杯ミッドナイトオートレース第6レース優勝戦のメンバーです。1番谷津啓治、2番遠藤誠、3番鈴木正光、4番西原智明、5番金貝翔平、6番篠原敦、7番荒尾聡、8番浦田信介、以上8名の出場選手です。6レースは優勝戦です。優勝戦の思想をご覧いただきましょう。
日本モバイル照明杯ミッドナイトオートレースはシリーズ3日目、早くも最終レース6レースを迎えました。優勝戦のメンバーです。オール10メートル戦、10メートルオープンで行われます。1番谷津圭司伊勢崎、2番遠藤誠浜松、3番鈴木正光伊勢崎、4番西原智明伊勢崎、5番金貝翔平飯塚、6番篠原敦史飯塚、7番荒尾聡志飯塚、8番浦田信介飯塚、以上の8名の戦い、オール10メートル戦、10メートルオープンです。ご期待ください。6レースの試走タイムです。1番谷津選手 3.38、 2番遠藤選手 3.38、 3番鈴木正道選手 3.31、 4番西原選手 3.33、 5番金貝選手 3.29、 6番篠原選手 3.33、 7番荒尾選手 3.31、 8番浦田選手3.29 です。1番 3.38、 2番 3.38、 3番 3.31、 4番 3.33、 5番 3.29、 6番 3.33、 7番 3.31、 8番 3.29 でした。29思想が出ています。金貝選手、そして浦田選手。続いて31思想は3番鈴木正道選手、7番の荒尾選手、篠原選手は33でした。思想 VTR で振り返ります。優勝戦の思想第6レースです。はい、そうですね、やはりもうこのメンバーになるとみんなしっかり思想も出してきますね。まあ、その中で、まあ、3番、うん、よく見えますね、38、はい、3番は鈴木正道選手3位走、8番浦田選手は2球走。そうですね、荒尾選手31、うん、はい、思想 VTR でご覧いただきました。6レース優勝戦の思想タイムを改めてお伝えします。1番 3.38、 2番 3.38、 3番 3.31、 4番 3.33、 5番 3.29、 6番 3.33、 7番 3.31、 8番 3.29 です。6レースが最後の戦い、ラストバトル、第6レースが優勝戦、お間違いないようにお願いいたします。思想タイムご覧いただきました。22時59分現在、天候晴れ、気温16度、湿度 76%、 南の風2メートル、走路温度は16度、公式はブチと出ています。最後まで残りました、乾き切れてないところ、乾ききれていないところがところどころございます。両走路の3連対立です。1番 38.9%、 2番 52.6%、 3番 60.9%、 4番 57.4%、 5番 52.4%、 6番 74.3%、 7番 62.2%、 8番 77.8% です。勝ちましたら岩下センター選手、最終密着、そして高額配当になりました、うん、おめでとうございました。おめでとうございます。28万円、28万つきましたね。さあ皆さん、ラストです。6レース優勝戦となります。はい、さあご覧いただいておりますのは、前回の最終日、そして今回の両走路、四走路ということで、過去3走一度にご覧いただいております。
1番の谷津選手は3着1着で上がりタイム 3.424、 遠藤選手が4着1着で上がりタイム415でした。鈴木雅道選手が2着1着上がりタイム良かったら 3.393、 西原選手が連勝です、上がりタイム 3.389、 金貝選手が2着2着タイム420、篠原選手が1着2着でタイム382、荒尾選手が1着2着でタイム 3.383、 浦田選手1着2着でタイム380、初日の上がりタイム1番時計は浦田選手の 3.380 でした。こちらはスタートタイミングです。平均スタートタイミング、そして今回祭が2走前ということになりますので、マフラーも変わりましたから、この2走前そして1走前と2日前そして昨日の準決勝戦とスタートタイミング、ぜひ参考にしてください。谷津選手初日から1615です、いいスタートを切っていました。そして遠藤誠選手1516のタイミング、鈴木雅道選手0913、西原選手は1617、金貝選手は1809、フライング持っているんですが昨日は0台です。篠原選手1717、荒尾選手1613、浦田選手は1715です。鎌本さんのお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。876、一番人気、はい、で867、786、ボックスですか、678の。ただ687と678は10番人気あたりで40倍つきます、うん、なるほど、うん、そんな中、はい、鴨本さんのお話が必要になってきます。はい、1コーナーの展開から教えてください。はい、そうですね、10メートル取るということで、うん、やっぱりインコースが強いですね、はい、まあ、谷津選手、遠藤選手、スタート校舎です。ここはしっかりですね、中から行ってくれますね。そうですね、行くと思います。あとセンターから西原選手、スタート校舎ですね、はい、まあ鈴木正道選手を叩いていく展開ですね。あと篠原選手が荒尾選手、浦田選手をどこまで連れていくか、こういう展開だと思います。はい、1、2、4、6、7、8、3、5、金貝選手8番手、鈴木雅道選手7番手になります。2人が、はい、スタート切れば本当に怖いんですけどね。そうですね、やはりあの今のスタートの感じからですね、展開から、はい、篠原選手の速攻戦、速攻してですね、やはりこの走路を味方につけて、はい、抑え込むというレースしました。篠原選手、対抗荒尾選手、3番手西原選手ね、まあ、ここもといいポジション取れますので、西原選手、荒尾選手、4番手ですね。あと金貝選手が最後方からどんだけ上がってくるか注意、頭もあります。ここで来たと思います。あと内枠勢がやっぱ気になりますが、思想タイムは3、8、2人ですね、うん、やはり3号ぐらい欲しかったですね。いや、もうものすごく今回良くて、うん、はい、うん、そして鴨本さん言われたようにスタート10メートルオープンになったから、うん、内が切れば、そうですね、遠藤選手は滑って鈴木雅美選手に攻められた、うん、迫られた思想になりました、うん、谷津選手はもう前回の最終日からほぼほぼ、ね、うん、そんなに扱うところがなかったみたいで、はい、あとはね本当、1枠で3、8をどう評価するかと。そうですね、1枠、2枠をどう考えるかですよね、このスタートを切って、まあ、鎌本さんのですね、はい、印とオーカスを信頼したとすれば、はい、まあ、いい配当でしょうね、いい配当でしょうね、思わずポチッと押したくなりますもん、うん、これやっぱり浦田選手が折れると思いますが、今までこのようなハンデ位置で浦田選手が篠原選手をかわせなかったというレースはありますよね。そうですね、ありますね、まあもうこれ強豪揃いですからね、やはり、まあ、浦田選手もスタートでここを10の外から一気に行くようなやっぱスタートはちょっと厳しいですよね。で、まあ、4、5番手からの競争になってこの走路、荒尾選手ももうすでに今年9回目の優勝戦進出、ここのところ優秀ラッシュ、
はい、まだ一度も優勝していない、これについてはですねしっかりと何か言葉が重かったですね、重たかったですね、やはり優勝したいというところではありました。あとどうですか、この7番、自分的に7番手8番手スタートを切っている3番5番、この辺の動向が気になりますね。まあ、スタートを残せば鈴木雅美選手どうでしょう、この中で一番気配が良さそうですが、なんかすごい、うん、でコース被らないし、はい、1と2をまくれば潜り込めばですね3番穴じゃないでしょうかね、うん、金貝選手はあ自分だけですねと、1着がなくて優勝戦乗ったのは、うん、ここいらでやりたい気持ちはありますよと言ってました、ね、あそうですか、ちょうど同期がいたので、うん、もっとオーバーに言われてたんですけど、はい、はいはい、まあ、それはもう、まあ、まあいいんじゃないでしょうか、まあ、そこはね、はい、ノリでもう全然いいですよ、ちょうど、はい、栗原俊介選手、うん、森本選手3人でいらっしゃるときに僕お話聞きに行ったんですけどね、うんうん、もうずっと調子悪かったから今年優勝戦が2回目なんですよね、ああそうですね、金貝選手、うん、篠原選手は昨日のコメントにありましたよね、あのやはり昨日の雨、うん、クリアしたのが大きいと、はいそうですよね、収穫だと、うんうん、ショーンマフラーどうのこうのではなく雨が8着8着続いてましたから、はい、うん、はい、そうですよね、いやどうでしょうか、なかなか鴨本さんちょっとまとまりません、お客さんも、いやまとまらないでしょう、はい、まあ、この中の4人これ38本当に38と考えればですね買いやすくなるでしょうが、こういう走路の38ですから、まあ遠藤選手も昨日までの感じはいいですよ、非常に、まあ、谷津選手は無事大輔ですからね、まあ、鈴木雅美選手ももちろんスタート次第、はい、金貝選手は F、 あ遠藤選手と金貝選手が F 持ってるんですかね、そうですね、そうです、この辺がどうスタートを切っていくか、あとも6、7、8はですね、もう歴戦の強者ですから、この辺は絡んできそうな感じはしますが、まあ何せ中すごいですからね、3分前となりました、お早めにご投票いただきたいと思います。鴨本さんのこの印通りでいけばまずまず皆さんいい配当ですから、うん、ここ抑えてほしいなと思います。そうですね、浦田慎介を信じるか、時間がなくなってきております、なくなりましたね、お早めにご投票ください、はい、鴨本さん後ほどよろしくお願いします、はい、では翔平ファンクラブ一堂さんからのメッセージ、遠藤誠選手には茶柱達也さん、篠原選手には1110さん、篠原選手にカズさん、そしてブーヤツシラブちゃんさん、遠藤誠選手には川口のおばさんさん、メッセージ皆さん3日間ありがとうございました。皆さんのお気持ちメッセージは選手にしっかりと届いています、まもなく締め切ります、お急ぎください、6レース優勝戦です。第6レース優勝戦、ただいまのお時間をもちまして締め切りとなりました。皆様3日間たくさんのご投票ありがとうございました。次回のミッドナイトオートレースは6月の567となります。この時間はこの後の飯塚オートスケジュールです。川口オートは12日まで、そして伊勢崎オートは13日から16日まで、浜松オートは17日から21日までとなっています。どうぞご期待ください。場外発売はご覧の日程です。伊勢崎オートがナイター開催になります。そして飯塚オートの本場開催が13、14、15、16ですから同じ日程ですので、お昼間は飯塚オートでお楽しみいただいて、そして伊勢崎オートはいよいよナイターが始まります。皆さんお忙し、大忙しですがどうぞよろしくお願いします。休みありませんね、はい、まもなく優勝戦メンバーが登場です。どんな戦いになるんでしょうか。平成29年度としては2回目のミッドナイトオートレースということになります。どの選手が優勝となるんでしょうか。ミッドナイト野王に輝くのは誰でしょう。
オール10メートル戦、10メートルオープンで行われる優勝戦にご期待ください。実況でお楽しみいただきます。さあ、レースの内容は第6レースを迎えました。今節のミッドナイトの優勝戦、各メンバーが入っております。日本モバイル証明杯ミッドナイトオートレース、ラストのカードは第6レースの優勝戦です。それでは10戦オープンレースの争いとなっておりますので、うちからご紹介してまいります。一席の谷地刑事、ジョリーがまずは1番車、ソニック遠藤誠がハマースの2番車、シャドウを操るは鈴木正美選手が一席の3番車発進です。同じく一席のクレア西原智明選手が4番車、外の4名は地元です。ジェイドウェイ金賀翔平が5番車、6番車チャージ篠原氏、7番車デフジャムこと荒尾聡です。8番車パンジャ A 浦田慎介、この位置であります。さあ、以上の8選手で、第6レースの優勝戦が争われます。現在走路温度が16度前後のブシ走路、人気は8番車浦田慎介、そして7番車荒尾選手の絡み、2連単サイドは8と7の組み合わせが本戦です。まもなく発走が行われます。日本モバイル証明杯ミッドナイトオートレース、6月の10日優勝戦、青灯点灯からショートです。7秒6秒ハリー、3秒前2秒前1秒前、各車一斉にスタート、ギャーン、ちょっと7番がぐらついた。前回まずはインドリカ、ジョリーカとタミツキが抜けた。2番手2番車遠藤、さあソニックの舞台があるか、現在2番手、さあそれを追って密勝体系金貝翔平が現在外を回った。中段はシャドウ鈴木マサ、さあどうだ、突っ張り揺れるか、8番の浦田が外回し、さあ最内は6番車篠原、7番の荒尾スタートでちょっとミスったが、現在7番手の位置、最後方4番車クレオ西原選手の展開、前2番車ソニック遠藤の選手、さあそれを追って5番車金貝が現在猛追でありますが、さあ5番の地元立役者金貝、現在2番手2と5、前に車体系あと4周回、ソニック遠藤誠が現在先行中、浜松のソニック遠藤が現在先行しています。さあ5番車ジェイド A 金貝翔平、現在2番手に甘んじるか、3番車鈴木はシャドウを引っ下げての現在3番手、それよって6番車篠原が現在猛追でありますが、現在4番手あたり、後方8番車浦田慎介、さあ前へまくり発進です。金貝翔平が出た、さあジェイド A、 ジェイド A が前へ、3番車鈴木は波に乗って現在2番手、2番車遠藤誠が現在3番手交代、追って6番車篠原が現在4番手、あと2周回へ入ります。5番車金貝翔平、金貝翔平ジェイドウェイが現在先行中、3番車鈴木の展開、さあ5と3、前2車の体系から2番車追走するはソニック遠藤誠の展開、またもやいい配当が並ぶかどうか、さあ5番3番から2番の体勢か、あと1周回へ入ります。またもやまたもや6桁配当濃厚となるんでしょうか、主力勢が総潰れであります。5番車金貝翔平、3番車鈴木の展開、それよって2番車と今遠藤の展開、さあチェッカーフラッカー目の前だ、5番が押し切り、金貝翔平でチェッカーです。さあ今節のミッドナイトのラストのカード、先ほどの第5レースもありましたが、この入選時でもし確定を見ますと、またもや後輩等の流れではないでしょうか。5番車そして3番から2番の入選、順位であります。さあそれでは確定映像、現在傾きなんですが、1コーナーから3コーナーのちょっと強め、さあ5番車3番車2番車入選順位であります。それではスタジオの内野さん、よろしくお願いします。実況は宮本孝之さんでした。ミッドナイトオートレース深夜の激走、実況お疲れ様でした。宮本さんお疲れ様でした。6レース高額配当になります。第6レースの確定です。1着5番金貝翔平優勝です。2着3番鈴木正光、3着2番遠藤誠、5番3番2番でした。
3連単高額配当になりました。6レース優勝戦の払い戻し金です。2連単5番3番5280円、2連複3と5の組み合わせ2200円、3連単5番3番2番で211180円、3連複2と3と5は28650円でした。2連単53、5280円、24番人気。3連単532、211180円、260番人気の決着です。上がりタイム 3.392、3.392 でした。鴨本さん、はい。フライング持ってるんですよね。そうですね。金谷選手ね。そして昨日は、0球のタイミングだったんですよ、はい、やっぱり気持ち出るんですね。出るんでしょうね。やはりもう若いからですね、関係なく切るんでしょうね、スタートもですね。そして、うん、1対1になってまくりましたっけ、うん、先頭に出るとき。いや、もういいスピードでしたね、うん、いやー、3球2の上がりタイム、これだけところどころ乾ききれてないところがあるのに、金谷選手全く関係なかったですね、うん、そうですね。やはり、うん、まあ枠も良かったし、スタートも切れたことがやっぱり一番でしょうね、うん、そして、まあ、秋ちゃんもブログでしたっけ、うん、あの SNS 載せてましたけども、今回の今期の平成29年度前期上期のランキング、うん、飯塚王とビッグフォーが今回ね、まあ、今回ですね来てて、うん、そして4番目金谷選手、やはり S の14番まで上がりまして、すごいですね。もう4番目なんですね。そして優勝戦出場こそ2回目だったんですよ。調子悪かったですからね、少し手こずってましたもんね、今年に入って。そうですね、まあ、でもしっかり今日もミッドナイトとはいえ、優勝しましたしね、はい、鎌本さんが今一押しの選手、絶対ブレイクするよと言っていた金谷選手が、そうですね、もう来ましたね。ちょっともう今からですね、また安定してきましたね、うん、もう根が生えてきたんじゃないですか。あとはもう花が咲くだけです、はい、そしてこの後、うん、インタビュールームに金谷選手が登場となって、はい、鎌本さんとお話を進めていきたいと思いますので、はい、そうですね、よろしくお願いします。お願いします。さあ次回はアンジェルのカフェカップです。新塚から徒歩1分のところにありますアンジェルのカフェカップ、まあ次回は鎌本さんと一緒にアンジェルのカフェにお邪魔して、はい、たらふくご飯食べに行きましょう、うん、そうですね、サラダを食べたいと思います。美味しいですよね。美味しいです。僕は前順パスタ、前順パスタ、ブロッコリーがこう、ね、刻まれた、味が濃いですよね、オイルベースの、はい、ね、あのお豆のやつ美味しくないですか。お豆のやつも美味しいですね、はいはい、ありましたよね。ありました、ありました。お昼間カレーが美味しいんですよ。カレーですか。カレー、チキンカレー、チキンカレー、美味しいです。もう佐藤夫妻お二人にもね、ご主人と奥様に会いに行ってるような感じです。そうですね、もう、はい、ものすごく感じいいんでですね、うん、もういただけでもうハッピーになります。いやね、はい、そしてさらに美味しくいただいて、もっとハッピーって。そうですよね、コーヒーも美味しいですのでね、コーヒーだけでもですね、立ち寄って、はい、出発10分前ぐらいですね、飯塚駅そうですよね、はい、5分で飲めますので、あえて先にね、はい、早めに行ってもらって、コーヒー5分で飲めますのでね、はい、次節本庄開催は5月の13日から16日までのアンジェルのカフェカップです。佐藤ご夫妻、次節はよろしくお願いします。さあそれでは今回のミッドナイトオートレース、野王に輝きました優勝は金谷翔平選手、やりました、おめでとうございます。ありがとうございます、ね、優勝しましたよ。はい、よかったです、はい、ではレースを早速振り返ります。はい、10メートルオープンでした。鎌本さんとお話しください。はい、5号車でした、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。スタートも切れましたね。そうですね、いやここから伸びていきますもんね。どうですか、走路的にはやはり濡れたところは、まあ、濡れたところ、うん、まあ、あって乗ったら滑るんですけど、うん、もう気にしないように、すごい、はいはい、やはりスタートでいい位置つけたんでですね、その分そうですね、展開も、うん、強かったので。そうですよね。
ちょっとミスったが現在7番との位置。まあこのレイも一周この辺どうでした、遠藤選手の中やっぱきつかったですか。そうですね、ちょっと内からはいけそうな感じがなかったです。それでも外に車を持ち出してこれもう回転は落ちないんですね。車感じ今日が一番良かったです、ね、何か昨日から上積みあったんですかね、整備。いや特には昨日の雨、なんか最近ずっと内ばっかりしか回れなかったので、まあ、外回れたので、はい、いいかなと思ってもうタイヤだけ変えてそのままです。どうですか、ショーマフラー。そうですね、前回も去年になるんですけどその時はもう全然、はい、全く乗れなかったんで、まあ、良かったです今回、はい、結果が出ましたからね、はい、もう今年に入って苦戦が続きました。そうですね、優勝戦進出がこれが2回目今年、はい、まあ、整備して良かったです今回は。昨年の12月25日以来の優勝ということになりまして、通算ではもう5回目の優勝です。はい、まだまだですよね、頑張ります。足りませんよね、はい、もちろんですよ、はい、S14 番になりまして飯塚ではビッグ4の仲間入り、今回ビッグ4揃い組の優勝戦、はい、はい、気持ちももちろん入ってましたよね。まあ、そうですね、正直勝てるようなビジョンは浮かんでなかったので、うん、よかったです、はいはい。さあ茶柱達也さんから、金貝翔平選手優勝おめでとう、やった、これを機にもっと飛躍してください、次回も頑張ってねということでメッセージが届いております。はい、ありがとうございます、はい、金貝選手、はい、遅くまで金貝選手の優勝を見てくれています。そして今インタビューもずっと見ていただいているお客様たくさんいらっしゃると思いますので、はい、メッセージいただけますか。はい、そうですね、今日は、夜遅くまで、お付き合いいただきありがとうございます。ですね、昼間開催もすぐあるので、この CS 放送を見てまだ本庁に来たことがないっていう、まあ、お客様はぜひですね、本庁に来て、生でオートレースを見て楽しんでいただけたらなと思います。今日は、優勝できて本当に良かったです、ありがとうございました。優勝しました金貝翔平選手でした、本当におめでとうございました。ありがとうございます。挨拶も完璧。そうですね、もう完璧ですね、はい、いやもう全て完璧です、あとは SG 飛ぶだけです。飛び込みますか飛び込む、もう飛び込む、グレードレース、いきなり SG ですか。飛び越えてください、飛び越えてください。かっこいい。もう順番なんかないですから。あ、もちろんそうですよね、はい、金貝選手のお話の中で、はい、このメンバーで自分が優勝するビジョンはなかった、うん、いやでも、気持ちがでも、そうですね、伝わってきましたね、うん、1、2コーナーでもなんか楽しみになりましたね、こう皆さん、ね、荒尾選手、浦田選手、荒尾選手のこのね、すごいメンバーの中でやはり20代の金貝選手が出てきたということで、またですね、こう飯塚もね、活気づいて、はい、また新人もですね入ってくるので、そうですね、7月デビュー、はい、またこの小田田選手以下選手がですね、また若い選手の英気をもらってですね頑張ってほしいですね、はい、はい。それではこの時間は5レースそして6レースの優勝戦と2つ続けて振り返りましょう。 VTR スタート。ハリー3秒前、2秒前、1秒前、各社一斉にスタート、ギアさあフルダッシュスタートコースへ、ローエラー10番の外枠が両雄いいスタート。さあまずは7番の二村比里をどこまで、現在5番手発進、外を8番車佐藤がつけて回っています。まずは旋回矢野選手、それよって2番手2番車 SP ランド森本、さあ3番手は4番車、こちらが栗原選手です。そして5番車岩品センターがインコース、4番ちょっと流れた、7番車二村比里が追っている。さあそれよって8番車佐藤の展開、後方は6番車フリオ松崎陽介、さあそれよって4番車栗原選手、そして最高峰はどうやら3番車三村選手の展開。さあ1番車です、ここは白石所属です矢野選手、山陽の白巻矢野が引っ張っています。2番手は5番車ジェームス岩下センターハマーツ、さあ追走する7番車二村比里は現在3番手、8番車ハマーツ佐藤選手は現在4番手の位置関係。さあ体勢がここで変わるかどうか、5番が攻め込むせいでありますが、岩下センター潜りかばんとしますが入ってまいりました。5番の岩下センターが現在先行、1番車矢野が現在2番手交代。さあそれよって7番車二村比里は現在3番手の位置、8番車佐藤に立っては現在どうやら4番手、
爆進コースとなるんでしょうか。あと2周回、さあ5番車岩島選択が果敢に引っ張っている。それによって1番車の矢野選手の展開、さあ5番車1番車の体勢はなんとこれ組み合わせが売れていません。ミッドナイト始まって以来の後輩と出るかどうか。5番1番から7番のれでも7番の二村飛龍が一角崩し入ってくるかどうか。入れるか、入るとかなりオッズが変わる。野田1番矢野が残すか、1番矢野が残している。7番の二村飛龍それでも強引に入った。さあここで体勢が変わってもいい配当は変わらない。5番7番から1番またもやこれはいい配当。6秒、ハリー、3秒前、2秒前、1秒前、各社一斉にスタート、ギャーン、そっと7番がぐらついた。前回まずはインドリカ、ジョリーカとタミツが抜けた。2番手2番車遠藤、さあソニックの舞台があるか、現在2番手、さあそれよって密集体系、金貝翔平が現在外を回った。中段はシャドウ鈴木マサ、さあどうだ突っ張り揺れるか。8番の浦田が外回し、さあ最内は6番車篠原、7番の荒尾スタートでちょっとミスったが現在7番手の位置、最後方4番車クレオ西原選手の展開、前2番車ソニック遠藤の選手、さあそれよって5番車金貝が現在猛追でありますが、さあ5番の地元立役者金貝現在2番手、2と5、前に車体系、あと4周回、ソニック、遠藤誠が現在先行中、浜松のソニック、遠藤が現在先行しています、さあ、5番車、ジェイド A、金貝翔平、現在2番手、ラマンジュルか、3番車、鈴木はシャドウを引っ下げての現在3番手、それよって6番車、篠原が現在猛追でありますが、現在4番手あたり、後方8番車、浦田俊介、さあ、前へ、まぐり発進です、金貝翔平が出た、さあ、ジェイド A、ジェイド A が前へ、3番車、鈴木は波に乗って現在2番手、2番車、遠藤誠が現在3番手、交代、追って6番車、篠原が現在4番手。あと2周回へ入ります。5番車金貝翔平、金貝翔平、ジェイドウェイが現在先行中、3番車鈴木の展開、さあ5と3、マイニシャル体系から2番車追走するはソニック遠藤誠の展開、またもやいい配当が並ぶかどうか。さあ5番3番から2番の体勢か、あと1周回へ入ります。またもや6桁配当濃厚となるんでしょうか。主力勢が総つぶれであります。5番車金貝翔平、3番車水魚展開、それよって2番車といえば遠藤の展開、さあチェッカーフラッカー目の前だ、5番が押し切り、金貝翔平でチェッカーです。本日行われました5レース、そして6レース優勝戦を振り返りました。6レースの結果です。1着5番金貝選手優勝、2着3番鈴木正道選手、3着2番遠藤誠選手でご覧の3連単合格配当となりました。金貝選手が見事ミッドナイトオートレース制しまして野王に輝きました。通算130勝目は嬉しい嬉しい、今年の初優勝、通算5回目の優勝となっています。金貝選手おめでとうございました。レース結果につきましては主催者発表のものでご確認いただきたいと思います。レース結果につきましては主催者発表のものでご確認いただきたいと思います。レース結果のお問い合わせ先は開催案内2連単2連服 0180-999-444、 3連単3連服ワイドは 0180-999-445 番です。それぞれお問い合わせください。ミッドナイトオートレース優勝戦は初めてのオール 10m 戦、 10m オープンで行われました。もちろんスタート勝負、フライング持っている中、1コーナー伸びていきました。5号車でした。そうですね、うん、そして道中も力強い走り、うん、内がダメなら外にと。そうですね、まあ、速攻戦が決まりましたからね、うん、速攻戦ですよね、うん、まあ、走路も味方につけて、そして、まあ、はい、5レース6レースが高額配当、うん、そうですね、高額配当でしたね。これもオートレース、うん、まあ、若い人2人がですね、ワンツーになりましたけども、はい、うん、さあ次回ここ飯塚オート本庄開催はアンジョルのカフェカップでお楽しみいただきます。5月の13日土曜日からということで、土日月火の4日間です。アンジョルのカフェカップ静岡駅から徒歩1分です。おしゃれなイタリアンカフェのお店、ランチも営業しております。ぜひご来場ください。ミッドナイトオートレース、今回は金貝翔平選手が優勝となりました。金貝選手の優勝をお届けして皆様とお別れです。おやすみなさい。おやすみなさい。